スターリングサブマシンガンはイギリスで開発された短期間銃である。原型は第二次世界大戦中に完成し、戦後になってから量産された。1990年頃に L85 突撃銃に更新されるまで L1A1 小銃とともにイギリス軍で使用されていた。スターリングサブマシンガンは q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾を使用し、 構造の単純なシンプル、ブローバック方式とオープンボルト撃発を採用した、典型的な軍用サブマシンガンで、同じ軍用型のウジと同様、銃剣を取り付ける着剣装置が存在する。標準機は保護用のガードを備え、フロントサイトは固定式、リアサイトは100ヤードと200ヤードの二台回切り替え式となっている。円筒形の本体や銃口から見て、 右側に突き出たマガジンなど、ステン短期間銃との類似点も多い。事実、この銃は可能な限りステンの生産施設、ジグ類を流用可能なように設計されており、鉄パイプ製のフレームはステンと同寸である。しかし、引き金の直後に存在する独立したグリップ、グリップとユニット化され一体で取り外せる、機関部、前方に回転させて、重心回折りたためる。 金属製重症、引き金近くに位置し本体との固定を強固にした、断層挿入口、スムーズに作動する、要可動式ローラーを内蔵したバナナ型マガジン、ボルトの一部に、螺旋状の溝を掘って、砂などの異物を自動排除する設計など、ステンよりはるかに洗練された設計になっている。また撃発はボルトが完全に前進しきる前に、行われるため、 射撃に伴う反動をまずボルトの残った全身運動、ついでリコイルスプリングが受けることで、伊手に伝わる反動が緩和されている。フォークランド紛争中、捕虜の監視を行う A 落下産ヘイラ1941年以来、イギリスでは安価かつ簡易で大量生産が容易なステン短期間銃の配備が進められていたが、1944年頃からは、 より高性能な短期艦銃が求められるようになっていた。一方、スターリングアーマーメン通社で海軍向けのランチェスター短期艦銃の設計に携わったジョージ・ウィリアム・パチェット・ギーは1942年から新たな短期艦銃の設計に着手していた。同年8月には設計を保護するために新たな特許の申請が行われ、間もなくして ランチェスター用の余剰部品から作られた試作品を用いたテストが始まった。9月25日、陸軍省の担当者らの下で、最初の射撃テストが行われた。1943年5月、パチェットは新型短期間銃の改良を進める中で、特徴的な折りたたみ式重傷の特許を取得する。同年末、異物排除を目的とした溝付けボルトの特許を取得。 軍部による審査は1943年3月から始まった。1944年1月、政府は改良を加えた施策銃20丁の調達を指示し、フランス侵攻が迫る中、同年4月28日には組み立てた上で兵隊員委員会へと引き渡された。パチェットの手掛けた短期間銃が対戦中に実戦投入されたかは定かではない。 1944年9月のマーケットガーデン作戦に際し、第一空挺師団の隊員に一定数が配備された可能性を示唆する文献や写真があるものの、これを証明する公文書等は発見されていない。いずれにせよ、第二次世界大戦中の採用は叶わず、戦後も試験が続けられることとなる。ライバルはバーミンガムスモールアームズが設計した試作短期間銃だった。 トライアルの際、リッサ製短期間銃は、パチェット銃よりも信頼性に優れると判断されていた。従来の短期間銃の役割も兼ねることが期待される、新型突撃銃 EM-2 の登場も、軍部が短期間銃採用の優先度を低下させる理由となったが、間もなくして、政治的な衝突の末に EM-2 の採用は撤回され、L1A1 小銃が改めて、 正式小銃とされている。1951年の試験では、パチェット銃が高く評価された。試験開始からおよそ10年が過ぎた1953年9月、パチェット銃は、ついに l 2 a 1として、正式採用された。2年後には、改良を加えた L2A3 が採用され、設計者ではなくメーカーの名を取ったスターリングという、故障は、この時期から普及し始めた。 朝鮮戦争末期には実戦試験を目的にごく少数が英連邦軍の兵士に配備された。本格的な運用はマラヤやケニアにおける反乱鎮圧作戦への投入が最初のものだと言われている。以後、イギリスや英連邦諸国などを中心に採用され、冷戦期を通じて多くの戦争、紛争で使用された。l 突撃銃の採用を受け、イギリスでは 湾岸戦争を最後に退役した。1988年にはスターリング社も破産し、イギリス国内での製造が終了している。イギリス、カナダ、インド、ガーナ、リビア、マレーシア、ナイジェリア、チュニジア、アルゼンチン、その他中東諸国など、世界で40万兆以上が生産され、約90カ国が採用したほか、インドとカナダでは、 ライセンス生産が行われた。このため、スエズ危機や第2次及び第3次インパ戦争、フォークランド紛争などで実戦投入されたほか、今でも一部は地域紛争などに使用されている。スターリングパチットマークご小音サブマシンガン。ありがとうございます。